風はなんかまだあまりね大丈夫みたいだね、うん、雨も今日は大雨とかいう予報だから、今日こそ訓練になる可能性は高いけど、今まだ雨は降ってない。ほら釣り人もなぜか今日は風がないのにね、ここね、うん、なんでだろう。昨日はムロアジがいっぱい釣れたから今日は来てもいいけど、まあまだ船が、大型船が着いたよね、もうね、うん、着いたけど、ジェット船がまだ来てないからあれか、ジェット船の客が来てないだけ。どこに行こうか、あまり先端に行ってもなんかさ、風が強そうで、今日はどうします、この辺にします、それとも先端も空いてるよ、どっち釣る、どっちにします。まあ、昨日のあたりはあの人がいるとこだから、昨日のあたりよりもどっちかだな、こっちかそっちか、そうでしょ、手前にする、うん、こっちの方がでも風がなんかいいような気がするね、少しね、手前の方がね、あっちは風があの来るとイサキが手前は昨日は釣れてたとかなんか言って、あ、手前というか先端も言ってたけど、まあ別にいいよね、よし、じゃあここら辺でそのもう少し、どうしよう、こうやってこうやってバックして、そこに電気の近くにね、なるべく電気の近くがいいよね、うん、昨日もなんか電気6時になったら着いたんだっけ、ね、なんかね、これ時間で着くんだね、電気がね、よし、どうでしょう、ここで、はい、着きました、今日の職場です、今日の職場ここね、今日は何を釣ろうかなって、私はもう決まってます、昨日釣れたムロアジ、両型のムロアジを今日もここで釣っちゃろうな、しちゃろうな、ムロアジいる、わかんねえな、でもとにかく頑張ってムロアジ釣ります。お、なんか当たりました、なんか当たったような気がする、浮きが沈んだよ、外れた、外れたか、あ、外れたな、なんかでも浮きが沈んだよ今、ん、早速来たか、あ、外れてる、でも何か当たったような気がする、よし、期待が持てます、あ、ハリスが切れてる、また一本ハリス取られた、なんだ、しっきっしょー、ムロアジかな、
釣れたんだ。おお。ああ。あ、竿一本。あ、合計で一本ぐらいだ。おお。そうか、ウスバハギか。今度の仕掛けはウスバハギも釣れる仕様だからな。グレの4号ついてるから。よし。餌の方のグレの4号の針にウスバハギがかかりゃいいな。え？おーしゃ、浮き入った。入ったよ、ほら。入った。入った、入った、入った、入った。なんかがかかってる。なんかが釣れた。やった。今度はハリス4号だからな。切れねえだろう。え？切れねえよな。頼むよ。え？張り外れしないでくれよ。頼むよ。あ、ついてる、ついてる。なんだ、おい。ねえ、ウロアジか。それとも、KKK さんが釣ったような、あ、違うな。ウスバハギじゃないな、この引きは。ムラアジでもねえのか。なんか、あまり強くないような。ああ、そうでもないな。ムラアジだな。ああ、外れるなよ。頼むよ。何ほら、出てきた。あ、ムラアジじゃない？何？イスズミ？お前、イスズミじゃねえの。え？イスズミっぽい。あ、イスズミだ！この野郎！イスズミだろ、これ。ほら。イスズミだよ。なんだよ。まあ一応玉入りするか。仕方がない。スズミかよ。間違いなくイスズミです。チキショー。なんだよな。ああ、これだよ。せめてシマアジならよかったんだけどな、お前。顔が違うよ。どっからどう見てもイスズミだよ、チキショー。なんか入りました。威勢よく入ったよ、今度は。スポンスポンスポンって。なんだ、お前は。イスズミじゃねえだろ、今度は。なんか威勢よかったよ。あ、これでいいのが来てくれりゃいいけどよ。外れるなよ、頼むよ。外れないでくれよ。なんだ、ムラアジだったら嬉しい。何、お、結構いい引き。あ、結構いい引きだよ。結構ね、しなってます。3号の磯像が。何、まだ魚体見えない。あ、浮きが見えてきました。なんだ、あ、ムロアジだな、ぽいな。あ、よし、バラさないように。うわ、バラさないように頼みます。あ、バレないでください。お願いします。バレないでください。じゃあ玉で救わせていただきます。なんか変だな、網が変じゃん。あ、入った。なんか玉網が翻ってやがる。師匠、これだからサビキ仕掛けは嫌なんだよな。玉網針がガシャガシャ引っかかっちゃうからな。よしよしよし、待ってました。危なかった。よしよし、やりました。ほら、サバのようにでかい。あ、目に引っかかってる。目に。結構目のところは硬いから。よかったよ。でかいよ、ほら。やった。叩きでうまいよ、これは。やったねー。あ、マイカスさん、玉入れしてます。なんだ、何つった。あ、ウスバハギ。やりました、ウスバハギ。美味しそうなウスバハギ。おー。昨日のはリリースなんでしょ。今日の持って帰れば、これ1000いくらするんだよ、スーパーで。丸ごとの買うと。ちょうどね、これよりね、うちのスーパーでもうちょっと小さいやつが1200円とか、なんかそのぐらいで。あ、大きいんじゃないですか。なんか、結構美味しいんだよ、ムニエルとかお刺身とか。ほら。あ、やった。ありがとうございます。また入りました。またスポンと入った。え？またスポポーンと。入りましたよ、ほら。お、いい引き。また、ムロアジだな。やったよ。よしよし。ムロアジの時間になったか。私の真心が通じたようです。来ました。よっしゃよっしゃ、ほらほらほら。なかなかね、3号の磯竿で釣るには、これね、
面白いよ、でかいから、この室町ねえ、ほら、ね、バレるなよ、バレるなよ、まあ、ほら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 、結構な、昨日はな、バラシが多かったからな、ね、さっきのもなんか危なかったしな、結構ね、取るの難しいよ、室町はね、ほら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 、ほら、おー、いい気、ほら、もう結構いい気なんだよ、ほら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 、ね、ほら、ほら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 すごい引きだよこれね。いやーでかいからな、やっぱな、村島このぐらいになると引きはいいです。ほら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 、すごいいい引き、よしよし、ほら来た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 、ほら来た来ました、よし見えて見えた、バレるなよ、玉入れが難しいんだよなこれな、とにかく玉入れ難しいから、そら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 、よしほいち、ほら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 ね、ほら、よし、入った、入りました、よし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 、よし、今度のはそんな大きくない、やりました、2匹目、よっしゃ、まあまあの方だ、でも最初に釣れたのよりはちょっと小さいか、でもまあいい方だよ、やったよ、入りました、また入った、よし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 、バレるなよ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 、よし、まだついてるついてる、よしよよよよよし、いい引きすんだよね、いつもね、この堤防際に来ると結構いい引きすんだよこれ、ほら、ね、おー見えた見えた、おーしょしょ、ほらほらほら見た、ムラジだ、よしムラジでございます、よし、おーいい引き、うわすごい引き、用意しましょう、では よっしゃ、今度のもまあまあいい方やりました、よっしゃ、現在16時51分、いや風がね相変わらず強いよ、それに当たりがない、全然コマセもなくなりました、もうねこれで日勤の部は終わり、もう少し時間が経ったら夜勤の部に移ることにします、で今回の私の日勤の成果はこれです、ムロアジ、結構大きいムロアジ3匹でした、やったよ、でね夜勤の方はだな、これだよこれ、これを使ってな、これはサンマの切り身の塩漬けです、これを餌にしてぶっこみ釣りで夜勤をぶっこいてみようと思う、釣れました、なんか釣れた、ほら釣れた釣れた、なんだお前は、え、おお釣れた釣れた、なんだ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 、変なのが釣れました、ほらやりました、シマアジの子供です、なぜかもうアン
かサンマの切り身でぶっ込みとかいうのが全然不可性になってます。でも島味の子供釣ったよ。ちっこいけどいいわ。やった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 。夜勤はこれだな。夜勤の業務変更。なんか赤イカだ。赤イカやったよ。赤イカすくった。またイカすくいやりました。やった。美味しいもの。うわこれは釣ったとは言わないけど散々追いかけ回してすごいでしょ。ねえ見た今の。見たでしょ。やったほら見てよ。赤いか作ったよ。ほらなんだと思う。でも絶対イカだと思ったよ。ほらイカだよ。これだよ。ほらこれね、イカですよ。それも釣ったんじゃなくて作ったやりました。いやでも今日の夜勤はね、釣果は秘密。私の釣果はとにかく絶対にあの言えないというね。なんかすごい釣りになってぶっ込みとか言って結局ぶっ込みじゃなくなっちゃったからね。全然ね、まあそれは想定内なんだけど。いつも雨降んなくてよかったね。本当ですね。雨降んなくて風もまあそこそこだったしね。そんなにザーザーあのビュー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 吹いたわけじゃないし、もっとちゃんちゃかぶりの土砂降りの中で釣りするイメージできたんだよ。そうだね。なんか今回は釣りの2日間は雨らしい雨は降らなかったですね。まあ風はそこそこ強かったけど、でも全然釣りができないっていう風じゃないから、とにかく後ろからの風だったから、前からの風じゃなかったから全然いいですよ。元町港だとあれなんですね、風。元町はね、とにかくね、横からの風が来るとね、結構あれね、すごい風が来るからね、遮るもの何もないから。そうただまあ、お方で釣れればお方が一番いいの。灯台の影だけだもん、元町が。あのなんか風避けられるのは、そう、灯台の影のところは大丈夫だけど。サブコンは夜になると真っ暗ですからね。電気がないからね、でもまあヘッドランプ持ってれば別にそれは大丈夫なんだけど、あそこも。あと欧州の時は潮上がってくるからさ、あれも怖いからね、ちょっとね。まあ今日は中潮だからそんなでもないんだろうけど。昨日はあの岡田港の先端部も夜潮かぶってましたね。あの正面からはね、いつもかぶるんですよ。かぶるっていうか上がってくるんですよ。あそこはあのテトラの側のあっちの方はね、ダーンってあのぶつかると、そのぶつかったやつが跳ね上がって上に上がってくるの。あれはいつもだよ。正面だけだよ。でも正面だけ。俺らが釣ってる面が上がってくるってことはまずないから、そういう波は来ないんじゃないかな。あそこで最後にね、なんかね、堤防の際見てたら、あの40センチぐらいのトビウオが1匹来たよ。トビウオもうすぐ分かった。なんかあの水中でもあのなんか半開きにするのね、あいつらね。あの羽みたいな、そうだから、あなんかピョピョって半開きにするからさ、あトビウオだって分かった。結構でかかった。なんかやっぱり魚とか食いに来たのかな。単独だったけどね、1匹だけ。もうダツはいっぱいいたね。あとね、ちょっと沖合にダツで、手前が多分あの浮いてるのが破綻ポだよ。でその下の方にいるのはなんだかよく分かんないけど、下の方にはちょっと25センチぐらいのやつがいた。あれがもしかしたらヒラアジ系のやつなのかもしれないけど、でもヒラアジの泳ぎ方じゃなかったような気もしたね。なんかね、とにかくいろんなのがいる。でもイカは1匹しかいなかったね。そうですね、1匹だけ。もう単独でもって1匹赤くっていうか赤茶色になってたから、あれ絶対魚じゃねえなと思ったんで、動きもなんか変なうにょーって動いてたからさ。でもしかしたらでもハコフグみたいなやつかなと思ったけど、あの玉網で追いかけましてもなんかさ、動き方が緩慢だったから、あこれイカだなと思って、多分夜だから割とは見えなかったんで、あれであんなに追いかけましても何度か沖の方に行かなかったっていうのは。で最後に散々追いかけ回して、その後すくい取ってやって。なんか水中だと茶色く見えましたけど、あれあの活性が高いからでしょ、やっぱり。多分そうだと思うけどな。まああれでも赤イカだから、赤イカっていうのはヤリイカなのか剣先なのかなんかだから、はい、ああいう赤色してるから赤イカって言うんだろうけど、なんかやる気があるか。あのほらアオリイカだとなんかあれでしょ、活性が高くなってなんか餌を食べようとしてるときはなんか赤くなるじゃないですか、っていうじゃん。それと同じなのかもしれない。俺の前に現れたのが運の月だよ。なんとこ俺の前にうろちょろしちゃダメだよみたいな、いろいろそれも玉みけ持ってる俺の前でもってね、それはダメだよ、それはまずいわ、それは取られちゃうよ、
でも結局あの平地系みんないっぱい釣れたの？平地2匹でした。あ、2匹？俺も2匹だったな。え、ゲイさん何匹釣ったの？3匹釣った。あ、まあ、お刺身であれ半身で1枚のお刺身がいいんじゃないかね、やっぱね。焼いてもどうなのか分かんないけど、なんか島味だったら焼くと硬くなっちゃうとかいう話を誰かしてたよ確か。うん、あの島の人がお刺身しかないよって島味の食い方は。干物とかいいんじゃないのって言ったらさ、いや硬くなっちゃうからダメだよとか言ってたけど、どうなんだろうね。なんか島味とはちょっと色が違うような気もするんだけど、島味なのかもしれないけど、まあ平地系はみんなでもこの辺のやつは別に美味しく食えるから、別にね、あの同じようなもんなんだろうけど、どれもみんな食うっていうことに関しては。はい、それでは晩御飯の会場やってまいりました。いやー、今日の夜勤はちょっとなんか超過は言えないような、私はね。皆さんは言えますか？秘密ね。はい、秘密です、秘密です、今日秘密です。秘密だけどこっちは秘密じゃないよ。見てくれこれ、どうひゃー、これだよ。マダイ、マダイ、マダイ、マダイが船に乗って、でけえよこれ、なんちゅうマダイでしょう。それにべっこう寿司、べっこう寿司、べっこう寿司もあります。あとハンバーグ、カニの甲羅、クリームコロ、クリームなんだ、グラタンね。あとこれはサバかな、サバとろろ、自然薯、自然薯、自然薯。でもこれだよこれね。まあで、まあまあ、まずは祝杯ね。これで全工程の釣り終えましたんで、わわ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 。言いたくないと、言いたくない、うん、まあ言わない。 あれ、あの村地釣りましたか？村地は釣ってないです。釣ってない。あ、バイカさん釣ったんだ。釣りました。私は村地、結局3匹でした。村地数えたら3匹。あと夜釣りの方の釣果は言わない、秘密。それじゃあお疲れ様でした。どうも、はい、どうも、全校でお願いします。おっしゃ、あ、あ、そうだ、言わ、あの夜勤では俺は赤いカすくったんだ。赤いカすくった後のビールはうまいよ。赤いカすくったって言っても、あの救助のスクーじゃないからね。救助のスクーじゃないんですよこれがね。なんというか、じゃあね、行きましょう。これ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 ね、これじゃあ、まずはお醤油を、そしてこれですね。はいはい、じゃあこ、そっちもありますか、醤油。はい、じゃあこれ、ね、行きます。まあ、どうぞどうぞ、もう座っても、はい、あのどんどんね、食ってください。あとはもう、お酒は手酌ですからね。手酌ですから、はい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 。じゃあこれで最初にちょっと行かせていただきます。これね、これ、はいはい、これこれは実は多分ね、これはね、あれあれ、あのマダイ、私たちが来るちょっと前に釣ったって言ってましたもんね、主人がね。それがこれになりました。それでこれね、これね、ここでこうして、じゃあ食わせていただきます。いきます。うまい、うまい。おーい、俺はマダイだ、目に食わったんだろ。口の中に指突っ込むと翔さんみたいに痛い目に合わせるぞ。すいません、あいつは指突っ込んでこれに食われたんだよ。見てくれこれ、うまそうだよね。ということで、もうこの芸はこれで終わり。行きましょう。あ、じゃあ、うん、はい、どうぞ、食ってください、食ってください。あ、これもある。これ、なんだっけこれ。利用機械。これ。なんか教えてもらったの。向こう黄色でしょ、うん、黄色。これなんか色をつけたわけじゃないらしいんだよ。こういう貝なんですか。うん、紫とかあるんですか。うん、そう、あった。なんかさ、あの、ホタテじゃないんだよ、これ。うん、いや、うまいよ、これ。うまい。なんかね、美味しい。もううまくないはずはないってか、これがすごいよ。でもなんか俺の方向いて威嚇してるなみたいなさ、お前みたいな、釣れるもんなら釣ってみろみたいな。いや釣れないけど食うことはできるよみたいな。こうなっちゃえばお前食うことはできるんだよみたいな。これ、あ、こっちはサバです。サバだ。サバマリ、しめサバ、しめサバマリよ、しめサバ、うん、うまい、うまいっすね。いただきます。しめサバ、うん、サバも美味しい。なんかね、脂になってる。これゴマサバかな、まあ、サバかな、なんだけど、うん、あ、よく見ると、あ、うん、これはホタテじゃなくて、そのなんかヒオウギ貝って言ったっけ、このこれだ、色がついたやつ、色がついたやつ、これ、いきます。うまい。いやー、すげえな。
なんか本当に俺の方向いてるとなんかさなんかちょっと食いづらいなみたいな、誰かに見られてるような声食ってると誰だよお前俺見てんのみたいな、まあ、でこのべっこう寿司もありますからね、ワイカツさん大好きなべっこう寿司大好きね、しそ寿司いただきます。たまんないですよね、カンパチかな、なんか青物っぽいですよこれ、べっこう寿司ね、カンパチこのね、柑橘系が乗ってて、大葉がここに挟まってる、いきます。うん、はい、うん、辛いですね。辛いのがいい人はここに唐辛子があるからさ、ね、はい、これをここにミッてくっつけると急に辛くなる、うん、今外にも生えてたね、なんかあそこの水道のところに生えてたよ、うん、鉢植えに、うん、いきます。うん、辛さがいい。俺はなんかちょっと辛すぎぐらい辛い方が好きなんで、うん、その方がいい。うん、うまい、うまい、うまい。なんか気になるな、これ。すげえ気になるな。ね、ちょっとよ、気になるからここにこう、こういうふうにして、目隠しとくか。でも口の方が気になるな、なんかな。ね、あ、これを、これがここに入ってたんだ。こういうふうに。気にならないようにこう、入れといてくれたんだこれね。これこう入れとけばいいからね。これなんか赤い花が咲いてるんだけど、これでだいぶ気にならなくなった。よかったよ、よかった、あ、よかった。うん、そうだね、いろんな魚をさ、こうがいっぱい釣れるとさ、あのやっぱり魚はそんな長持ちしないし、まあ冷凍すると味が落ちるから、どうしてもあれですよね。最初はまあ刺身にして、そう刺身にして、あとはなるべくいっぱいいっぺんに食うって言っても限度があるからな。そうですね。でも薄葉揚げはね、白身だからね、フライとかでも美味しいですよ、フライ。だからパン粉つけて、あとは揚げるだけにして、まあ、ちょっと味落ちるけど冷凍しておけば、うん、あとはソテー用にもう切って、それで冷凍しておけば、うん、ソテーとかも美味しいし、美味しいですよ、結構美味しい。もしか今日釣って明日持って帰って、明日の夜だったらば刺身ですかね、やっぱし、うん、刺身で食えるよ、全然食えるよ刺身でね。ワイカツさんに持って帰らすように1200円っていう、俺が呪文を1匹1200円っていうあれがね、あの呪文が効いたかもしれないけどね、ね、そうです、それを聞いて持って帰る気になります。1200円、でも本当マジでもって1匹1200円で売ってたんだよあれ。だから2匹釣れば2400円だからさ、やったじゃないですか、2400円釣ったようなもんですよね。いや、1匹はリリースしました、1匹リリースした1200円、もったいねー、なんちゅうもったいないことなんだ。いただきます。あ、これですか、これはもう翔さんが来た時に大体全部飲みますから大丈夫です。ちょっとこれから先に、ね、そっちを先にね、そっちの方が美味しいから、美味しい方先に飲んじゃう。ずるいな、本当ずるいよな、大人ってこれだからもうずるいんだよな、もうずるずるだよもうね。でもいいんですよね、そのずるいのが人間だよ、魚だってずるいんだから。魚の方がずるいよな、だってさ、せっかく餌つけて投入したのに餌だけ取っちゃうんだもんな、ずるいよ。でも向こうも必死だからな、ずるくなかったら殺されちゃうんだから人間に、それはずるいな、もう分かってんだけど、そういう風に考えたらワイカツさんってずるいよな、ほんとずるいよな、もうずるい、ずるずるだよ。俺はこの、じゃあね、おばちゃんにもらったこのカオスをな、ビヤッとして、これでどうだよ、ちょっと飲んでみようこれ。うん、これもまたねうまい、うん、このカシダルのこの香りとこれがいいですね、うん、いけますね、うん、最高だな、なんかな、あ、またこの貝がなくなってこいつが俺の方見てやがる気になるんだよなこれな。でもこれ明日の朝ごはんで味噌汁の中入ってますよきっと。いいですね、これバーぶつ切りにして、うわ、でもこれかぶと焼きでもって焼いたらこれ結構おいしいよね。あのキャンプ行った時にあそこのショウさんがこれよりもうちょっとちっちゃかったけどつって、その時は確かかぶと焼きで食ったんだよな。そうですね、うん、あ、いたんだっけ、あの時はすごい美味しかったもん、これ美味しかった、
そう、あの時っすか。ゲロイカ T もいたんだっけ。そうそうそう、そうです、うん、そう、あれだよ、あれにしたらすげえ欲しいんだけど、まあそれはここではないだろうけど、そうだね、まだここも実がある、ここも実がある。まだこれ取ればさ、この実とこの辺の実だけで多分ワイカツさんが今日釣ったマダイよりも実は取れるよ、取れるよ絶対。ここだけでもって多分取れると思うよ、すごい量があるもんこれね。え、そうですね、うん、でもそれはね、まあな、そう言ってしまったら終わりだからな。ワイカツさんの釣ったのはもう唯一無二のものだからね、あれは唯一無二です。専用魚ですか。そうだよ、大変専用です、大変してくださいね。そうだよね、あ、おいそう、やったよ。こんなくなったらこっち、そっちの一生日に手つけていくかな。そうしないと翔さんに示しがつかないからな、これ。これ全部おお、開けた開けた開けたって言って、そうだよ、どうせ飲まねえってこれ全部俺のもんだみたいな思ってるからあいつはよ、とんでもねえやつだあいつ本当に。ああ、小食のくせにして酒だけはいっぱい飲むんだから、アメシャみたいなやつだあいつ本当に、ね、これはこれ、このレモン、これレモンだって。レモンもなんかここで取ったやつじゃないの、これ。ここで取ったっていうか、ここで作った。ね、レモン今、あの、なってるレモン売ってるよね、よくね。ああいうやつじゃないの、これ、これ、これ。なんか、ビャー絞って、ビャー。よし。ぞ、いきます。うまい。ないよ。柑橘系は俺大好きだな、これな。でもこっちの方がいいな、やっぱな。こっちの方が。これの方が。あ、ちゃちゃ。いてていてて。手をなんか、ヒレで持って、今日。怪我したからここが痛い。なんか、うん、レモンの汁が染みます。ああ、まあまあまだあるよ。刺身まだほらあるよ。このこのヒオギガイっていうの、これ、ここのとこにこれこれ。だいぶ片付けましたよ。うん、そう、これ。なんかいつもこう、うん、こっちの黄色いやつとか、これこれ。ないですよ。もうないか、ね、もうないな、あ、もうないな、もう仕上がったか。この辺ほらなんかさ、まだ実がいっぱいあるって感じだけど、これもったいないみたいな。こう、ここのとこほら、ここ、頬肉でさ、ここほら入ってるよ、なんか入ってるけど、まあいいよ、まあ、こっち見てるからなんかいいよ、もうなんかこっち見てるからいいよ、もういい、いいっす、私はこれ飲みますね。ということで、ここらでもうな、長くなるから、これもなくなっちゃったしね、これからこれに手をつけますのでね、でこれほらつけとくからよ、これな、これもらってくれ、これな、頼むよ頼むよ。ということで、これで突然ですが、視聴者の皆さんもとはお別れしなきゃいけない時間になってしまいました。皆さんさよなら、また強引に終わります、動画は強引に終わります、さよなら。Thank you.